はい、前歯の部分矯正治療、お疲れ様でした。はい、アンケート今書いていただいたんですけども、はい、いくつか質問させてください。はい、お名前を教えてください。まなみです。はい、ありがとうございます。はい、年齢を教えてください。31歳です。はい、ありがとうございます。で、前歯の部分矯正で実際に動かしてた期間を教えてください。5ヶ月半。上をやってましたね。はい、ワイヤーで、はい。はい、やってましたと。でそもそもあの前歯の部分矯正したいなとかしようかなと思ったのときっかけって何ですか？なんか歯並びが、うん、ちょっと前後になってる部分に、うん、すごい食べ物とか食べた後詰まったりとかが気になってて、うん、まあ、前からしたいなと思ってたんですけど、うん、あとなんかコロナで毎日マスクとかしてるから、うん、あ、なるほど、その間に刺さったりしたいな。あまりこう見られない状態だからとか、はい、で気になり始めたのっていつか、いつですか？小学校、中学校、高校とか。結構でも、うん、自分の結婚式ぐらいから本当は思ってたんですけど、うん、まあなかなかそういうタイミングなくて、うん、なるほどなるほど、きっかけというかこう落ち着いたからいいかなと思って、うん、なるほどです、はい、でまあそれでまあうちで、まあ、スタートしたんですけど、うちでこうやろうと思った決め手というか何かあります？でもやっぱりだからこう旦那さんの紹介で通わせてもらってて、うん、まあ、長く通ってたっていうのもあるし、うん、こう何か矯正有名だよって教えてもらって、うん、そしてじゃあ森さんのとこにしようかなって思いました。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ他にこう相談とか行かれたりとかは？なんか一回近くのとこ行ってみたんですけど、うんうん、なんかそこだと、うん、なんかマウスピースをおすすめされて、ほうほう、はい、であとなんか左側だとブリッジやってるから、うん、それを取って、うん、一回直して、うん、なんか工程もよくわかんなくてめんどくさいなと思ったのもあって先生説明いっぱいしてたけど、わかんなくなっちゃった。わかんなくなっちゃって。はい、全体矯正のことかな？いや、上だけって言ったやつなんですけど。へぇ、はい、あ、そうなんですね。って言われて、うん、わかんないからやっぱり森さんのところにしようって思いました。はい。そうなんですね。そうか、そうだったんですね。じゃあ、まあ、いざ始めてね、こう終わったんですけれども、はい、こうやる前に不安だったことってありますか？不安なの、やっぱり、うん、ワイヤー、うん、切るとなんかご飯食べれなくなるとかも聞いてたし、あ、なるほど、やっぱりなんかやってた人のイメージだとワイヤーがシルバーとかですごい銀ギラ銀をやってるイメージがあって、すごい目立つの嫌だなって最初本当思ってて、でもここでやったらなんかホワイトのワイヤーとかでやったらあんまり気にならなくて、まあ、そうですね、はい、あの装置もね、なんか透明っぽいやつもね、はい、ワイヤーも白でやったんですもんね、はい、じゃあそこまで目立たなかったですか？なんか、あ、やよく見たらやってるねみたいな感じで言われて、うん、友達と会った時、あ、なるほどなるほど、そんなにそんなにです。じゃあ気になってたほどではないです、ないです、はい、で痛みとかはどうですか？痛みも我慢できないほどではなかったですね、うん、食べれました？全然食べれました。よかったよかった。じゃあ前歯の部分矯正をやる前とやった後で、はい、歯並びどう変わりましたか？やっぱり気になってた、うん、一個引っ込んでたんですよね。か、噛むとこう後ろ行っちゃうような感じだったんですけどね、はい、こう来ました。やっぱりなんか結構コーヒーとか紅茶が好きで、飲むとここにやっぱり着色してくのがやっぱりそこも一番気になってて、そういうのもあんまり気にならなくなったっていうか、あと食べ物もあんまりつまんなくなっちゃう。じゃあ結構満足度は高いです。はい、ありがとうございます。で前歯の部分矯正やるまでやった後で、あの気持ちの変化だったり、あの生活の変化みたいな。やっぱりなんか、うん、前はやっぱりちょっと歯並びも気になってたから、うん、みんなで写真とか撮ったりするときも、あんまり口開けて笑わなかったっていうか、なるほどなるほど。そういうのもあんまり気にならなくなったし。はい、そうかそうか。あと生活、あ、歯磨き楽になった。歯磨きは楽になりましたね。あ、そうかそうか。
そうか、写真がちょっとあれだったんですね、じゃあ、はい、前は写真撮る時は口閉じて笑うような感じだったんです。はい、で今も口開けて笑います。じゃあ前歯の部分矯正をやりたいんだけど、うん、どうしようかなって迷ってる人、昔の自分というか、うん、こう調べるんだけど、うん、うーんみたいな、こう考え中の人に何かメッセージというかアドバイスというかお願いしたいんですけど、うん、なんかでも私もやろうかなってなるまでは1ヶ月くらい、まあいろいろ調べたりもしてたんですけど、悩んでたんですけど、やっぱりその時間もったいないなって思うぐらい早くやればよかったなって思ったのと、やっぱりなんか今結構海外とかは絶対もう歯並び綺麗な方がいいみたいなのもあるし、なのでやっぱり、第一印象で結構口元見る人も多いから、なんか綺麗な方が絶対得だなって思います。だから本当にやった方がいいかな。なるほど、はい、悩んでるんだったら本当におすすめするよって。なるほど、はい、もっと早くやればよかった。はい、もっと早くやればよかった。じゃあ最後にあの前歯のね、部分矯正上をね、はい、5ヶ月半ぐらい、まあ、半年ぐらい弱か、分かんないぐらいで終わりましたけども、まあ、振り返ってみて、まあ、トータルでこう考えて、前歯の部分矯正は、やってよかったですか。よかったです。わかりました。質問以上になります。はい、ありがとうございました。はい。